皆さん、こんばんは。本日はご視聴ありがとうございます。ブレイントレーナーの東恵子ですお。皆さんもご存知の通り、えー、骨密度が低下すると、骨粗しょう症にかかりやすくなってしまいますね。それで、骨粗しょう症というのは、骨量、骨密度が減る、または骨の質が低下して、骨がもろくなって、 え骨折しやすくなる骨の病気のことを言います。えこの図のように骨の構造がスカスカとしてもろくなってしまうんですねえ。その原因としては骨吸収と骨形成のバランスの乱れですえ。骨吸収というのは古い骨が壊されることを言いまして、また骨形成は 新しい骨が作られることを言います。それで骨形成に対して骨吸収のスピードが上回,った上回った時に骨密度が低下すると考えられています。そのバランスが乱れる原因としてはこちらに挙げたものになるんですが、まずは加齢ですね。一般に骨密度のピークは男女ともに20歳代で えその後は徐々に骨密度は低下しまして、特に40歳以降になりますと骨密度が低下していきます。えー、そして女性の場合は閉経。えー、こちらは女性ホルモンエストロゲンが減少するため骨吸収のスピードが上がってしまって骨粗鬆症になりやすくなるんですね。えー、また運動不足というのは骨への圧力とか負荷が 不足すると骨量が減少していきますえ続いてダイエットを年齢に関わらずダイエットをして痩せすぎた場合には骨粗鬆症になりやすくなると言われていますえこれは食事量が不足することでえ骨の材料となるタンパク質やカルシウムが不足するからです また飲酒や喫煙、そして特定の疾患といいますのが、糖尿病とか慢性腎臓病といった疾患をお持ちの方や、ステロイド剤などの薬によって骨粗し症になりやすいというデータがあります。 骨粗鬆症が進行しますと、このように、つまずいただけで骨が折れたとかですね、くしゃみとか尻餅、また荷物を持ち上げたり、手をついたりなどの、ほんの少しの衝撃で骨折し骨折してしまうこともあります。えー、また、こちらのように、背中が丸くなるのもそうですね。背骨が体の重みで潰れてしまって、 いわゆる圧迫骨折ですね。姿勢が前鏡になるほどに背骨にかかる力が大きくなって、また新たに圧迫骨折が起こりやすくなってしまいます。このように背中が曲がることで内臓も圧迫されるため、消化不良とか便秘、また胸焼けなどの消化器疾患とか、 呼吸器機能障害。また、心臓の機能低下などの原因になることもあるんですね、えー。この曲がっているところの筋肉が緊張して痛みも出ますよね。それで歩きにくかったり、日常生活にも支障が出てきます。で骨折しやすい部位としては、こちらの4箇所が挙げられます。 まず腕の付け根、そして足の付け根、また手首、そして背中、背骨ですね、えー。こちらの部位を骨折することで生活の質の低下につながりますし、また骨折をきっかけに寝たきりの状態になられる方も多いですよね。えー、それで寝たきりになったために認知症が進行してしまって、 という、まあ、死亡リスクも高くなるということなんですね。えそれで、えー、現在骨粗鬆症の治療法としては、こちらの3つがあ挙げられましてえ、食事と運動、そしてお薬と言われているんですね、えー。今日は骨密度を高めるための食事と運動を一緒に見ていきたいと思います。 えまずですね、えー、食べ物から見ていきましょうか、えー、骨密度を高める栄養素をこちらにお示ししていますあの一般的にはカルシウムがよく知られていますよねで骨密度を高める上でカルシウムだけではなくってその他にビタミン D ビタミン K またタンパク質そして ビタミン B 群なども必要になってきます。で、えー、こちらのですね、カルシウムというのは、まあもちろんそうなんですけど、このビタミン B というのが、カルシウムが小腸で吸収されるのを助けてくれる働きをしてくれます。また、血液中のカルシウムが 骨に沈着するのを助けるという働きをしまして、骨形成の働きを促して、という、まあそういった働きをしてくれるのがビタミン D になってきますね。ビタミン D というのは、魚やキノコ類に多く含まれています。そしてビタミン K というのは、骨を作る働きを促してくれます。 でえー、こちらにお示しした納豆とかまたほうれん草、小松菜などの緑黄色野菜、えー、そして卵などに多く含まれますキムチなどの発酵食品にも多く含まれると言われます、えー、そして、えー、こちらのタンパク質というのは骨を支えるコラーゲンの材料となって骨の質を高める働きをしてくれます。 また、タンパク質というのが骨折を防ぐためには筋肉も必要ですよね。で、その筋肉を作るためにもタンパク質が欠かせない栄養素というのは皆さんもよくご存知かと思います。で、えー、タンパク質を多く含む食材としてはお肉やお魚、卵、そして乳製品や 大豆製品が挙げられるそして、えー、ビタミン B 群こちらはですね、えー、先ほどのタンパク質が分解される時にビタミン B 群が不足していますと有害物質がたまって骨や血管を傷つけることが分かっていまして、えー、このビタミン B 群も骨密度を高める栄養素として重要だと言われますね。 このビタミン B 群を含む食べ物としてはお肉お魚また生成されていない穀物などのほか緑黄色野菜にも多く含まれています特に今の時期冬はビタミン B 群が不足しがちと言われますので特に新鮮な野菜をたくさん摂るように心がけたいところ でここでこのカルシウムについて少し見ていきたいんですけれども、まあ、実はこうカルシウムを取るだけでなく、抑えておきたい栄養素がマグネシウムとのバランスなんですねで。このマグネシウムというのは骨形成において骨の中に入るカルシウム量を調節する働きがあります。ですので、マグネシウムが不足してしまうと、 せっかくカルシウムを摂取しても骨形成に役立つことができなくなってしまうんですね。で、このカルシウムとマグネシウムの割合がだいたい2対1が望ましいんだと言われていますので、カルシウムだけではなくマグネシウムもぜひ積極的に摂取されることを心がけていただきたいと思います。 でマグネシウムを手っ取り早く摂取できる食べ物としてはご視聴ありがとうございます続きはヒルズウォッチで配信中気になる方は是非概要欄をチェックしてくださいチャンネル登録 SNS でのシェアもよろしくお願いします